こんにちは、春風ツアーです。今回は中部空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発時期は10月です。中部空港を7時55分に出発いたしますと、イエローナイフへは同日の15時57分に到着いたします。日本国内では成田空港でのお乗り継ぎとなります。成田空港を出発後はカナダのカルガリーに向かいます。ここで航空機を乗り継いでイエローナイフに入ります。航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます。イエローナイフでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。今回は10月出発の中部セントレア空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。